すいません、言い忘れがありました。先ほどのボランティアの話なんですけども、ボランティアをすることのメリット、このビデオを聞いてらっしゃる方の中で、ちょっといいことがあった、幸運が降りかかったとか、いいことがありました。例えば、部活で大活躍できましたとか、行きたい学校に受かりましたとか、憧れていた検定試験だ、資格試験に受かりましたとか、高スペック男性と結婚できましたとか、なんかいいことがあった人いますかね。で、それに付随して起こる周りの嫉妬ですよ。で、なんかそういういいことがあると、あなたは性格が悪いって決めつけるってくる人が現れるんですよ。例えば部活で大活躍できたとか、いい大学、いい高校に受かったとか、検定試験受かりました、転職成功しました、高スペック男性と結婚できましたとか、イケメンの彼氏ができましたとか、そういう文ですよね。で、なんかそういういいことがあると、周りの人が、なんでしょうね、美人は性格が悪いだ、IQ が高いイコール何とか Q は低いんだとかって変なこと言ってきたりとか、そういう性格悪い認定してくる人が、いるかなって思うんですよね。で、客観的にその人の性格がいいですよっていうのを証明する手段として、ボランティアって使えるんじゃないか、使うってちょっと嫌な言い方ですけども、そんなふうに思いますね。あの人さ、美人だからってなんたらかんたらとか、あの人さ勉強できるからってさとか、部活のなんとかで優勝したからってさみたいな、そういうふうに言ってくる人がいたとしても、だけど丸々ちゃんはどこそこでボランティアしてるじゃんみたいに、かばってくれる人が現れるかもしれないし、ご自分でも、私忙しかったのはボランティア活動でなんとかかんとかしてくれとかって、そうやって使えると思うんですよね。で、アメリカというか、アメリカって言った場合、カナダとか、オーストラリア、ニュージーランドとかも入るのかもしれないですけども、ボランティア、下心、健康的な下心でしてる人、結構いると思うんですよね。高校生、大学生であれば、その内申書を良くするためとか、就職活動に有利になるからとか、高齢の人だったら友達が欲しいからとかで、なんかそういう健康的な下心で、ボランティアしてる人がもういるんですよね。なんか日本だと、なんかのボランティアの話が出ると、怒り出すようなコメントがつくことがよくあるじゃないですか。ボランティアなんて偽善的でみたいなね。私もちょっとちょっと一言不思議だなって思うのは、なんかよく分かりやすいものの言い方で、そのアメリカ人は何だっけ、残業はしないけどボランティアするみたいな、なんかそういう都市伝説みたいなの聞いたことある人いると思いますけど、それはアメリカ人でも残業してる白人とか結構いると思いますけどもね。ってことで、なんかアメリカはボランティアが盛んだとは思いますよね。健康的な下心。別に、例えば若い人とか、あとは再婚とか狙ってる人とかで、友達できました、恋人できました、結婚相手見つかりましたとか、再婚相手見つかりましたとか、そういう、結果としてそうなった場合は、それでも、
健康的な下心だと思うんで、まあいいかなと思います。はい、まあ私もね、その、なんとか関連のボランティア団体とかそういうのに行けば、そっち方面の英単語が増えるかなとも思うんで、まあそれはそれでいいかなって思います。まあちょっとね、まだな、秋ぐらいになってちょっとあれやこれや落ち着いたら私も考えたいと思うので、そしたらまたビデオで報告もできるかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。